気をつけて。お前たちもっとだ、もっともっと飲み上がれ。今日の戦利品はお宝ぞろいだ。町で売りさばけばいい値段になるぜ。特に香辛料の類は高く売れそうですね。中にはよくわからない不気味な時計もありますが。時計？そんなもんあったか。手当たり次第強奪したからな、よくわからねえや。なんだてめえ、いつからそこに。いや、実は訳ありなんだ。金庫に貯めた金貨を盗まれちゃってね。怒られるの怖いからさ、君たち盗賊からはした金でも回収して少しは誠意を見せようって思って。わけのわからねえことは。おいお前ら、やっちまえ。お、そのセリフモブっぽくていいね。僕も今度使わせてもらおうかな。死ねえ。脆い。ちゃんとカルシウム取った方がいいよ。てめえ、ぶっ殺す。まずい、この魔力は。シド、あー、どうも、お久しぶりです。あなたがどうしてここに。うわー、これマジで怒ってるよ。バックレた僕を糾弾する気満々だよ。怖いなアルファ、すごい睨んでるな。泣いちゃいそう。貴様ら何者だ。やはりいたわね、この魔力量。ただの盗賊じゃない。誰。傭兵ではないな、盗賊にも見えん。何が目的だ。あなたを追ってきたのよ、チルドレンファーストのナニガーシ。あなたの目的は知らないけど、盗賊の一団に紛れて何やらコソコソしてるって情報があったの。そうなの。もっとも情報の出どころが不確かで半信半疑ではあったけどね。聞いたことがある。貴様らシャドーガーデンだな。だったらどうするのかしら。どうもせん。相手が誰であろうとここで葬り去れば全ては同じこと。チルドレンファーストである我の実力を見せてくれる。派手にしれ。これでいいわ。殺してはないから、意識が戻ったら尋問しましょう。あっけない。このおっさん何がしたかったんだ。積み荷を確認しましょう。重要なものが紛れてるかも。それらしいものはないわね。ちょっとしたお金になりそうなものはあるけど、本当にただの盗賊って感じね。うわー、すごい。この香辛料、売れば銀貨3枚にはなるぞ。盗賊って儲かるんだな。ねえ、ところで。は、はい。どうしてあなたがこんなところにいたの。無造無造の盗賊を今さらあなたが相手にする価値なんてないでしょ。それは、こうなったら価値ならあるよ。え、僕にはこの盗賊の積み荷は非常に価値があるように見える。だからアルファたちにプレゼントしようと思ったんだ。どうだ、金庫から消えたお金からしたら全然足りないけど、少しでも足しにしてほしいっていう純粋で子供っぽい言い方で感動させる作戦だ。この感じ、強力な魔力。なんだ急に。今まで何も感じなかったのに。この積み荷の下だわ。あー、なんだか懐かしいな。
こうやってアルファとかウィクトリアちゃんも拾ったんだよな。まさかまた悪魔付きの子が。何かしらこれ、懐中時計。魔力の発信源はこれね。もしやアーティファクト。わお、ナニガーシはこれを教団に献上してラウンズにしてもらおうとか考えていたのかしらね。あ、シャドウ、あなたまさか最初からこの存在を知っていて。価値があるように見えるって言ってたのはこのアーティファクトのことだったのね。なんて人なの。シャドウガーデンの操作網をもってしてもナニガーシの存在までしかわからなかったのに。よくわからないけど、うまくごまかせた。ああ、ラッキー、行ってみるもんだね。え、どうしたの。やめろ。喋ってるのこの時計かな。あーん、これはあれか。言われるがままに封印を解いたら変なマスコットと契約させられるあの展開か。やっぱりお約束ってどの世界にもあるんだな。だけどこういうのって主人公の役目だから絶対にごめんだし。アルファ、ちょっと貸して。封印を解くんじゃなくて代わりに全力で魔力を流し込めば。シャドウ、何を。逆に従わせることができるかも。やっぱり影の組織一つに一匹はマスコットとか欲しいよね。